フリークスアディクトツアービヨンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。メリーの哲です。リッチ・ラケルです。今日で何本目だ？4本目です。おお、もう約3分の1。そんな来ましたね。もう全部で14本だから。早いもんだな。だいぶカオスになってきましたね。そうだね。もうなんか、なんていうの、本当何が起こるか分かんないっていうかさ、そろそろエケーションだいぶ、そろそろ飛ばなあかんすね。そう、どっかで飛ぶんじゃないかな。僕も飛びたいんですけど、飛ぶタイミングを見計らいに行くと、もうカオスなことになっちゃう。やつは飛ぶやつだっていう噂を聞いてるからね。そうだな。みんながガッツリ盛り上がってくるから、はい、なんかいます。ベースが飛ぶぜっていう。なんかどうせだよ、哲さんも飛ぶらしいですね。そう、この前人生初ダイブして、まあ気持ちよかったから、またどっかでやろうかなと。今日はあれだよね、ゲストを迎えて。そうですね、今回もやるということで、イケメン2人組をね、超イケメンな2人呼びますか。はい、じゃあ、ディオラからボーカルのヨーカ君とギターのケイ君です。いや、今日2回目の出演なのかな。はい、2回目です。大阪ぶりです。よろしくお願いします。お願いします。大阪どうだった？いや、大阪のディオラとしてはこう全力でオラーって感じやったつもりだったんですけど、うん、終わった直後、大先輩が、大先輩、ちょっとあそこね、明日もいいよいただいて、だからすごくいろいろ勉強にもなったというか、そしてリンチさんとベッツさんにね、はい、あって、普通のメリーリンチのイベントじゃなければきっとそんなことはなかったと思うんですけど、帰りの車ですごくで帰ったっていう初めでしたね、最初の。そうなの。っていうかさ、はい、言ってよっていうことがあるんだよね。そうなんです、はい、あれなんです。もう本当9年とか10年ぶりぐらいに、実は、メリーメンバーさんとお手伝いを写真に行かせていただきました。何回か、はい、そうなんです。ライブとかで手伝ってくれたりとか、はい、あるみたいで。そう、それをさ、久々に会った時に全く言わず隠してるのね。そうなんです。何で言ってくれないのかな。なかなかこう行くタイミングをこう見計らって、いや、もしかしたら覚えてもらえてないかなっていう。テツさん、ちょっと目が怖くなってますでも、そうですね、顔合わせの機会がありまして。そう、それで、俺は結構、最近の方が、うん、よろしくお願いしますとかだったんですけど、俺はまあ、ローディアさんとかも来てたんで、それきっかけで挨拶ぐらいしちゃってしないよって言ったときに、いや、すごい、肩がちょっと 1.、こう、あれですね、半分でいかないですけど、ちょっとちっちゃく見えるような感じがありましたこのローディオやってた人たちがバンドをやりだして、ね、その先輩をバンドを倒しに行くっていう。そう、倒されに来るのね、今日倒しに来るのね。新コバドルが今日も、はい、あります。今日もありますよ。もうだいぶこのツアーもいい感じに出来上がってきてる感じなんですよね。でもツイッターとかで見てる感じ、結構カオスで、はい、もうセッションじゃないですけど、あらかじめ多少、はい、乱入しようぜっていうのはあったんだけどもう行きたい人が勝手に行くみたいな。じゃあもしかしたら今日メリーさんの時手がおあ、そういうの全然あるんだね。うわ、それすげえ。行きたくなったら行けるうちに行っちゃってる。だって弾けるでしょ、その当時の曲が。もちろん。おお、行っちゃった。一応の先ですよね。そう覚えてます。そういうのもありな感じで、はい、はい、じゃあディオラからボーカルのヨカ君と北野ケイです。ではまた次回。